はい。皆さん、こんにちは。国原チャンネルご覧の皆様。えー、国原総男国原です、えー。今日もご視聴ありがとうございます。えー、とですね。本日は4月の28日、日曜日の午前10時25分になっております。高知市高田よりお届けしております。えー、高知市はですね、もう本当に、えー、綺麗な晴れ空が、もうね、本当に澄み切った空が広がっております。 まあ本当にねもう5月ともなると高知はね結構暑いんですけれども、まあ、朝という日夜はちょっとこうそうでもないけど太陽が出るとね本当にに、えー、暑いなという感じがしますね。えー、本日はですねまず第1本目に、えー「心の成長」というお話をしてみたいと思います。 いかにしてですね心が成長していくのかっていうこと、まあ、これ意外とですね、まあ、考えたことのない方あるいはそうですね、まあ、そういうこと考えたこともないっていう方も結構いらっしゃると思うのでまあ幸せに生きるのにですねどうつながっていくかっていうところをちょっとお話ししていきたいと思います。 えまず心なんですけどこれはですね、まああのー、何か捉えられるものでは今のところないので、えっと、絶対のね「子、えー、です」っていうのは言い切れないんですけど私はですねあの東京にいる時にあの統一馬心理学っていう、まあ、哲学ですねフレームワークを提唱されてる方がいらっしゃってでその方のそのフレームワーク非常に有用だなと使えるなと思っていましたので。 えーまあ、ちょっとアレンジしながらっていう感じになると思うんですけど、あのー、ご紹介したいいと思います、えー、まずですね心ってまあそもそもですね皆さんあの、えー、お子さんに何かあ課題がある問題があるうーんって言った時に、まあ、大体ですねこれ,これ客体としてつまり相手としてこ,こいつはどうしてこうなんだろうというふうにですね、えー、思われる方がほとんどだと思うんですけれども。 お子さんの場合はもうほぼ親のコピーですね、えー、そこからスタートしています、えー、でその親のコピーとして心子どもの心っていうのはスタートしていくとでそういった中でですね、えー、と徐々にこう、まあ、自分なりの経験とか嫌な思いとかそういう フィルターですよねそういうのを作っていくまあ記憶と言ってもいいですけどね、えー、作っていくことによってその子の行動とかが変わってくるよっていうことになってきます。なのでまあそういう環境だったりとかを作っているっていうのはまあ根本的にはまあ親の方にあるんだということだと思いますね。 でえーとまあ、簡単にですね、まあ、人の心ってどういうふうにできてるかっていうと、まあ、要するにまずこの五感ですよねこの感じるっていうところからセンサーがあってでそのセンサーから持ってきた情報をその過去の記憶がへばりついたこのフィルターを通して、えー、そしてアウトプットを出す結果を出すってこと、ね、こうしようっていうことですね。なので、まあそのででそすねまあ まあ、すちょっと分かりやすい例えで言うと、うん、例えばですね、えー、なんかこう虫を見るっていうのがあるじゃないですかね。でダンゴムシとかちっちゃい時はもうこんななんか触ってるけどな,なぜか中学生とかになると嫌なんですよね, <laughs> ね面白いなと思うんですけどもまあそれはあのそれが嫌なものだっていう価値観を脳内に植え付けたってことなんですよね。はい だからだんんを見るとこれはまあ普通に「見る」っていう情報ですからあこれあるいは「触る」でもいいんですけどでそれとその五感と五感センサーが取った情報からその脳の情報を記憶を通して出てくるアウトプット、ね、結果が気持ち悪いなんですよ <laughs>、ね、当たったりとか、えー、とじゃあ捨てようとかっていうことになるわけですね。 えー、なのであのー、キャーって叫ぶとかねなのでこのフィルターがですねあのニュートラルだったらそういう結果にはならないわけですだからそのフィルターを作ったのには何かあるんでしょうねお母さんがそういうものは汚いでしょって言ったとかねそういうのがあるんですよ多分だから田舎で育った子と都会で育った子って全然違くて。 1> 虫一つとってもギャーギャー言ったりとかしますけども田舎の方向なんかはまあ普通にああそんなもんみたいな感じだったりするわけですねまああのちょっとねえ虫についていたけどまあ人間関係でもそうなんですねなんかこうう,ーん,うーんまあなんだろう例えばあんまりこう人前で話せないとかねえいうのも 結局その体験があまりこう自分にとって居心地が良くなかったっていう経験があるので、えー、そのアウトプットとしてそれをやめとこうっていう風になってるっていうことなんですよ。まあ、こんな感じでですね心っていうのは何かの経験と記憶このまあ自分なりのこう何て言うのかなフィルターのなんか付,付着物ですね、まあ、これによってこう出来上がっていくものですからうーん。 まあそれをいかにねあの自然でかつクリーンなものにしていくかっていうのがすごい大事なんですよね。うん、でえっ、ー、とまあ全一般論の話になってるんですけどもあの、えー、とそんなことがあります。で、えー、と思春期とかっていうのはその親のコピーからの離脱っていうのを図っていってるわけですね。その いろんな人たち学校とか先輩とか大人とかとフレーティングの中でこれでいいんだろうかって言ってその葛藤をしていくのが思春期なのでこの思春期の反抗期っていうのは非常に大切になってきます大人になる上でですね。でそのまあ要は否定してかかるわけですね。でそ,のそれを統合していくのが大人っていうことになるわけなんですよ。よ まあ,あこんな感じでですねなるんですけどもまあ、要は心ってのはその統合なんですよねその自分はこのこういう中のこの親から始まってですねまあ最初は親ほとんど親なんですけどそこにこう異物が入ってくるでこれを統合できる人はそういう人たちも、ね、理解できるしうーん好きになっていけるわけなんですねでも嫌な経験がなままだとその その心の中に自分とその嫌なものも一緒にこうある状態になっていく統合されてない状態になるので自分がですねなんかこうやろうとするとこう反発になっちゃうんで非常にですねこう窮屈になってきます。なののでその 自分が嫌だなって思ったような体験とかあるいはちょっと違うなって思ったものとかをいかにこう統合していけるかっていうのがこうまあ自由,自由を無尽というかですね自由自在に生きるっていうことにつながるんだよと、まあ、いうことです。でそれをどううややってやるのかっててるののかいは あまあちょっとまた別ッ話してみたいと思いますけど、まあ、少なくともそうやってですねあの心はできてるっていうふうに考えると、まあ、なかなかこういろんなところに行かせると思いますのでちょっとね捉え方として知っておいてもらったらいいかと思いますはい、えー、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、今日は、えー、心の成長というお話をしてみました、えー、皆さんもね何かしらあ参考になればと思います え、今日もご視聴ありがとうございます。え、国を晴らす男、国原でした。さようなら。